やばい、愛媛のこと考えててすっかり忘れてたの。やらかしてる。早く出してってずっと言われ続けてるのに。こんばんは。よいしょ。こんばんは。え、なんか舞台発表されてんだけど。知らぬ間に発表されてんだけど。あ、そう、またね、家族の話っていう舞台でお世話になった吉田さんが演出の女王虐殺っていう舞台にね、10月に出るんですよ。そう、コメントで気づいた。発表されてるんかい。どこでやんのこれ。あ、いつものね、立候会ホールね。そう、また吉田さんにお世話になるんです。こんばんは。なんか出ることはもちろん知ってたんだけど、今日発表とは知らなかった。ということで10月は女王捨て出ます。なのでね、ジョンマイラブね、と10月1個もないんですよ私。そう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 、そういうことだったんですよ皆さん。実はね、ちょっと言えなかったんですけど、よいしょ。こんばんは。女王捨ては結構他のね、AKB メンバーも出てたりするんですけど、今回の作品は私だけでしたね、今見た感じ。頑張ります。人見知りしないように。絶対するけど。こんばんは。やちさん、ギフトありがとう。舞台もお話し会もないのが謎だった。あ、確かにお話し会もそうなんですよ。10月ないのはね、この舞台があるからだったんですね。ちょっとざっくり今デザインを描いています。仮のね。こんばんは。まあそんな感じで10月も別の舞台ちょっと一回挟むんですけど、ジョンマイラブもあるんですけど、もう一個舞台もあるので、皆さんフォローしました、ありがとう。皆さんぜひ見に来ていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。ジョンマイラブの方もちょっとこれで一回東京帰っちゃうんでね。こんばんは。自主練頑張ります。いやマジで自主練芸なんだよな。マジで誰とも仲良くなれないで今回多分一回帰るんですよ。そう、それだけ不安だね。仲良くなれないまま帰ることがね。よいしょ。いやなんか「ジョンマイラブ」4期になってキャストの方がガラッと変わったんで、なんか本当に別の作品みたいでめちゃくちゃ面白いです。人が変わるとこんなに変わるんだなってすごい思いました。なんで皆さん乞うご期待ということで、お刺身食べた？え、そう食べたよ。そう食べました。正直最高でした。ああ、いいんじゃないか、こんな感じで良さそう良さそう。ざっくりデザイン、よいしょ。これをどうしたらいいんだろう。こんばんは。そう iPad で今デザインしてる。すごいいい感じなんだけど、これを商品として売るにはどのようにデザインするのが良いのだろうか。むずいなお絵描きって。これじゃ変だもんな。まだいいか。こんばんは。舞台頑張ってね。ありがとう。こんばんは。今回さ iPad 用のペンを持ってくるのをね忘れちゃったんで、ちょっと指で書いてるんですけど、どうしよう。こんばんは。詳しくは舞台情報は Twitter とか見たら分かりますか？配信が終わったらリツイートとかしようと思ってます。ちょっと待って、知らぬ間にガチ知らぬ間にあれ発表されてたから、ちょっと全然知らなかったどうしよう。デザイン悩むな。こんばんは。秋もワクワクいっぱい。そうなんです、楽しみです。眠くなってきちゃった。こんばんは。うわー、生産性のデザインどうしよう。うわー、無理や無理や、考えられへん。どうしたらいいんや。こんばんは。なんかもっとさ、こんばんは、ちょっと複製して、このぐらいでいいんじゃないか。こんばんは。なんか今日さ、目まん丸じゃねいつもまん丸だけど、いつにも増してまん丸じゃない今日。そんな日によって違うことはないと思うけど、うわ最悪。こんばんは。へん。むず。こんばんは。逆にこれは、あー、こんばんは。どうしよう、シンプルにしちゃおうかな。シンプルイズベストっていう可能性ある？困った。むずいって。むずいって。そう、10月の舞台はそう、女性だけの舞台なんですよ。 Yes。 あ、ちょっといまいちかも。よいしょ。どうしようかな。やってみたけどいまいちだった。よいしょどうしよう。他の人の生誕 T 見てみようっと。 AKBグッズ、オフィシャルショップ、生誕グッズ、ああ写真いけるんかやっぱ。どうしようね。こんばんは。なんか写真勢多いね。こんばんは。どうしよう。悩ましい。こんばんは。そう、誕生日がね、割ともう2ヶ月後なんですよ。あと2ヶ月で11月ってさ、早すぎじゃない？こんばんは。写真にしようかや。これいい写真なんだよな。こんばんは。時間経つの早いのは充実してるってことですね。でもマジでそれはあると思う。なんか本当にありがたいことに忙しくさせてもらってるので、それは本当にある。こんばんは。よいしょ。さて、眠くなってきたぞ。こんばんは。こんばんは。ベースは黒にしようかなって思ってます今回。こんばんは。こんばんは。前だけデザインできるのはここだけ、後ろはなんか決まったデザインがある。そうそう。こんばんは。そうなんです。こんばんは。こんばんは。後ろにあるのはジョンマイラブティーです。ここだけって。なんか気になること言いました？こんばんは。遊びに来たよ。ヤッホー。よいしょ。違うな、違うな。いいペンがない。こんばんは。ね、今日はね、ルン鉄のゲネプロだったんですよ。それをね、そうカレンちゃんと2人で客席で見てて、昨日はカレンちゃんの投資稽古だったの。そうだから2人の鉄を2日連続で見て、まあ、2人ともこんなに仕上げてるのにまだ何もやってない私やばいってちょっと焦りました。ちょっと鬼焦りしましたね。大丈夫なのかな私。ああ、このペンだ。出会ってしまった、良いペンに。これだ。こんばんは。4期は陽キャ軍団と聞いて、なんかそうなんすよ。ちょっとだけ思った。でも最後陰キャすぎて、なんかその仲良しの中に全く入れてない。あ、自分陰キャってめっちゃ思う。なんかもうみんな仲良しなの。そう、るんちゃんとかもなんか全然もうみんなと仲良しで。悲しい。取り残されてる。完全に今取り残されてる。高橋さやかちゃん置いてきぼりです。助けてください皆さんって感じ。こんばんは。その他の出身の子いる。誰だっけな。今日やっとね、みんなの名前と顔を覚えたような気がするんですよ。竹蔵役のさともさんかな最低、人の名前覚えられないの最低。でも竹蔵がそう長野出身らしくて、東京じゃないですかって話をマジ1ミリぐらいした。中村くんね。オッケー、中村くんね。中村くんみんなの方が多分ね詳しいよ。さやよりマジでさ、今誰も分からん、誰が何役かをやっと最近把握してきたところだから、そうみんなの方が絶対詳しい。よいしょ。そんな感じでね楽しくやってます。私も覚えられない。むずいよね。ちょっと本当にむずい。まあ、今後ですね。本番始まってからかな、仲良くなれるのは始まっちゃうのよ絶対に、仲良くなる前に。もうそれはしょうがない、それしょうがないのよ。よいしょ。今日まず4期キャストさん2人見かけた。あ、やばい、画面がフリーズしてる。画面がフリーズしてた。よいしょ。こんばんは。最近特にサリン可愛いなった。本当？痩せたからかな。最近大きく変わったことはメイクを変えたことと痩せたこと。よし、デザインを送りました。レッスン着は黒で攻めてますか？今回、こんばんは。今回の愛媛は黒しか持ってきてません。そう。慣れ合いになるくらいなら劇で発散。いやー、舞台のことを何も分かってないコメントですよ、それは。舞台上でのね、芝居にね、仲の良さって割と出るんですよ。なんかやっぱ見る人が見ると、あ、こことここはきっとプライベートでもすごい仲いいんだろうなとか、あ、こことここは多分あんま喋んないんだろうなって分かるんだって。だから本当はさやは本番の前までに仲良くなっておきたいっていう考えの人なんですけど、まあそううまくはいかないよねって感じ。3日で仲良くなれないよねって感じですね。ちょっとさ、10月いっぱい出れない分、9月にさ5日間だけ出てさ、10月丸々出ないって11月ちょっと不安だから、11月いっぱい回数出たいって明日坊ちゃん劇場の人に言っておこう。11月90全然出れない分、11月いっぱい出たいよってアピっとこ。ジョン・マイ・ラブ、ちょっと予定見よう。ルンちゃんとカレンちゃんがどれくらい出るか見よう。鉄のスケジュールはどこだ？見つけられない。あれ、鉄スケジュールって前あったよね。どっから見るんだ？ニュースから見るか。こんばんは。こんばんは。関東でも出張公演やってるし、あ、なんかなんだっけ、何が今決まってるんだっけ。それもね、全然よく分かってないんですよ。そう、四国の出張公演が決まってるんだっけ。こんばんは。もう何も分かりません。来たばっかりすぎて。うわ、 Wi-Fi が死んでる。あ、いけたいけたいけた。徹夜キャストスケジュール。るんちゃんが5日間ぐらい出て、私が5日間ぐらい出て、かれんちゃんが4日間ぐらい出て、るんちゃんが2週間くらい出て、かれんちゃんすげえ少ないじゃん。ほぼるんちゃんなんだね、4期。まずはほう。こんばんは。そう、浦島太郎状態ですね。こんばんは。中四国か。なるほどね、四国だけじゃないのか。カレンちゃんも少ないから、カレンちゃんメインになっちゃいそう、11月とか。せっかく4期ではこんなに頑張って思い出したから、いっぱい出たいよ。こんばんは。と思っています。ひけんさん、こんばんは。あ、生誕ティーもう終わったからテロップ消そう。愛媛。ひけんさん、こんばんは。明日何着ようかな。こんばんは。サリンのアピリにかかってます。サリンのアピリもしくはサリンのスケジュールですね。スケジュールだな、こればっかりは。こんばんは。出張公演、宇和島見に行きます。おお、いいですね、宇和島。こんばんは。やばい、急激に眠たい。こんばんは。明日も頑張るぞ。明日初日だからね、るんちゃんの。まあ、るんちゃんはもう心配何にもないと思いますけどね、本人も周りの人も。いっぱい今回もね、稽古してるし、2期も3期も出てるから。さやはなんかまだ何もしてなさすぎて焦りが来てない。でも今日るんちゃんのゲネを見ながら、これを1週間後くらいにはやるんだよって自分にでちょっと考えた瞬間に、心臓がヒュッってなったんですよ。そうだから、本格的に直前にマジで焦るんだろうなって感じた。1年ぶりだもん。いや、1年ぶりって何？ 1 年ぶりってやばすぎやろ。最絶9月15です。みんな見に来て。15、16、17、18、19出るんで、みんな見に来てくれ、頼む。これは私からのお願いだ。どっか一日でもいいから、ちょっと遠いかもしれんがみんな愛媛まで頼む、来てくれ。じゃないとさは頑張れない、みんなが来てくれないとさは頑張れないから、みんな頼む、来てくれ、お願いします、本当に本当にお願いしますって感じ。そう、来週なのよ。明日の地元でもやるらしい。行きたい。こんばんは。写真撮ったの息の時と同じ？てっちゃんの格好した写真は息の時と一緒。パンフレットのなんていうの？私服の写真は撮り直します。そう。そんな感じ。なんていうの？劇場のロビーに飾られる写真は一期の時と、一期の時に撮ったやつ、一期の時に飾られてた写真かどうかわかんないけど、一期の時に撮ったやつです。そう。でもさやは正直てっちゃんメイクを何も覚えていないので、ちょっと思い出すところから全てが始まる。高知っていつだっけ？11月だったらワンチャン望みあるよね。ちょっと地方公演についてさ、あった、中四国巡回公演、宇和島が10月、阿南市、徳島が11月。こうワンチャンあるんじゃない？11時公演、14時半公演ってえぐ。11時、12時、1時間半しか間ないんだ、すごいね。岡山公演が11月、これも11月か。香川が12月、広島も12月、高知も12月。ああ、高知一番最後なのね。なるほど。よいしょ。なるほどね。あ、ちょっとみんなちょっと待ってて、ミュートにします一回。ちょっとジョンマイの T シャツ見てて、ちょっと待ってて。はい、お待たせしました、失礼しました。もしかしてのーちゃんですか？いや、まだ1ミリもわからないちゃんです。12月のスケジュールとか1ミリもわからんお話し会がその辺24、25にあるぐらいしか予定がわからんから、ワンちゃんものーちゃんもなく、何ちゃんがあるかわからんぐらい未定だわ。こんばんは。4期は年内なんじゃない？さえもよく分かってないです。よいしょ、こんばんは。そう、先すぎてわからないよパターンです。4期キャスト発表、あ、何日までとは特に書いてないですね。でもさ、いつも思うんだけどさ、役者さんのさ宣材写真ってさ本人と違うよね、雰囲気。さやのこれ昨日も言ったか、さやのかべちゃんも全然顔違うけどさ、実際の方がさいいパターンの方が多くない？なんでなんだろう、宣材写真って盛れないよね。実物の方が絶対可愛いもんね。これなんでなんですかね。こんばんは。1月9まで。なるほどね。免許の写真と一緒だね。確かに免許の写真って盛れないよな。めちゃくちゃ思うわ。サリン来てくれたら見に行くついでに実家帰ろうかなって。うえ、それは出たい。どこまでもわからないちゃんは新しい。それな、映像だって直接と違うし自我が一番。さマジで言われる。ショールームで見るより実物の方が可愛いですねって。なんかね、画面だと顔のここが輪郭になっちゃうじゃん。でも実際人間ってこうなってるじゃん、その肌の向きが。だから実際見るとこう画面でのっぺりして見えるよりも、その多分輪郭が多分ちっちゃく見えたりとか、その顔って立体的やからさ。そうただね、そういうのもあると思う。やっぱこう鏡で、今目の前に鏡あるんですけど、鏡で見るのとこう画面越しに見るのってこうやっぱ輪郭も違うから、そういうことだと思うんだよね。さやかちゃんはそう思う。ああ、卒アルも漏れない。ほんまにそれな。4期ブロマイドわかんない。さやのブロマイドは1期の写真と多分1期の時に撮った写真から選ばれるから、ちょっとわかんないです。自分のやつまだ見てないです。でも他のキャストの人がさ、そう他のキャストの人が役の格好になってるのもさ、客席から遠目でしか見てないわけですよ。まあ、昨日今日とるんちゃんとかれんちゃんの稽古で遠くから見ただけで、さやは実際にこの距離で会ってないから、多分14日にビビっちゃうと思う。初日の前日にね入ってちょっと確認してもらうっぽいんですけど、ステージ去ってバグると思う。ん？え？初めての景色すぎてわからんって絶対なると思う。愛媛にようこそ。こんにちは。ありがとう。お邪魔してます。数ヶ月前まで前日の写真誰が誰なのか分からなかった。その中で一番可愛かったのがさやつ。マジ？あの写真の中で一番可愛いと思ってくれたの？それは嬉しい。結構本気で嬉しい。サリンが出演する期間に四国へ帰るのでどっかで見に行こうかな。え、頼むよ、来てくれ。本当に来てほしい。マジで来てほしい、心から。なんか一期の時より来てほしいもん。もはや一期の時よりきっと成長しているはずだから、一期の時以上に来てって今心から思ってるから、みんな頼む、来てください。こんばんは。なんかさ、今愛媛にいるなってめちゃくちゃ感じるのがさ、こうやっていて虫の声めっちゃ聞こえるんだよね、外から。これこの音聞くと、うわ愛媛やって思う。実家と同じ感じがする。愛媛だなって思う。なり田舎、愛媛の中でもこのぼっちん劇場がある東温市ってところが結構田舎なんですよ。のどかなの。そう、普通に愛媛とかにも行きたいから、4期の期間に見に来たい。来てほしいな。10月はさやかちゃんの出演ない。10月は「ジョンマイラブ」の出演はないんですけど、「女王虐殺」っていうちょっとね名前が物騒ですけど、女王虐殺っていう別の舞台に出るのでお願いしますね。え、スズムシっぽい音聞こえるんだよね。普段そう東京で過ごしてるとね、マジで虫の声ってあんま聞かないなって思う。トーン氏はなんか生ぬるいです。菜の花畑だったところは今何に咲いてますか？今何も咲いていません。もうすぐ、もう1ヶ月くらい、1ヶ月2ヶ月だったらコスモスが咲きますよ。ぼっちん劇場の裏手の畑ですね。そうで、松山はめっちゃ都会なの。松山は結構かなり多分長野より都会だからわかんない、その比較が難しいけど、まあ長野と同じくらいか長野よりか、まあ、都会なので、東温市がちょっとのどかすぎるってだけで、愛媛の松山はマジ栄えてる。こんばんは。いやーでもね、稽古とかやってなさすぎてさ、不安を感じてないのが不安。不安を感じてたらさ、なんかまだなんか実感湧いてていいと思うけど、実感が稽古してないせいで湧いてなさすぎて、不安もまだ感じれてないことが一番私は不安だし心配だし気が気じゃないね。そう、どないしようかな。松山は四国最大の都市ね、言いますよね。でもなんか駅的には高松駅が一番利用者多いんでしょ、四国の中で。ごめん、これが嘘情報だったら謝ります。でも都会なのはマジ松山。いや頑張んないとな。みんなに、とにかくみんなに迷惑をかけないように、かつ来ていただいたお客さんがさ、お金を出してわざわざ愛媛まで来てくれてさってことだから。そのお客さんを満足させられる作品にねしなきゃいけないし、不安だ。でもさやが今掲げてる目標は、次回愛媛に来る時1週間ちょっと後ですけど、8日後ぐらいですけど、それまでに2キロ落としたい。愛媛来ると太っちゃうからさ、東京にいる期間に2キロ減らしてから愛媛に来ればさ、2キロ太ってもプラマイゼロやん。だからね、さやの目標は2キロ痩せることだね。ジョンマイラブに関係あることじゃないんかい。こんばんは。でも1年前ジョンマイラブ出てた時より今痩せてるよ。ジョンマイラブ後半めっちゃまん丸やってん、お顔まん丸やったから。サリン頑張って、ありがとう。頑張りマッチョ。こんばんは。でも東京戻ったらめちゃくちゃ練習しよう。歌とダンスはでも今回愛媛にいる間にめっちゃ練習したから、まあいいとして、歌と芝居だね。芝居って自主練できないのがちょっとむずいところなんですけど、まあセリフを完璧にするってぐらいか。自主練でできることといえば、こんばんは。むずいな、ちょっと昔の際の稽古動画でも見ようかな初心を思い出して、ワンチャンどこや鉄ライン、あった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 。こんばんは。あ、エクステね、そうそう、ちょっと前に外しました。もう次元の長さです。そう、武道館コンサートのさ、そうレッスンもあるから意外と忙しいんですよね。うわー懐かしい。ちょっと後でゆっくり見よう。なんだこれ、懐かしすぎやろ。待って1年前さメイク教えてもらった時同じ T シャツ着てる。これ着てんだけど、これ着てました。愛用しすぎです、この T シャツ。前回愛媛来た時も着てるわ。1年前の稽古の時も。すごくね。これは浜ちゃんの稽古だ。あ、これ私の稽古。こんばんは。ちょんまいラボいつ行こうかと考えてるけど、やっぱさやかちゃん出演会にしてほしい。お願いします。これは一生のお願い。さや鉄を頼む。見に来てほしい。お願いします。待ってます。さやの頑張れる。みんなが来てくれたらさや頑張れるからさ、お願い。あ、シャキーン。えいえい。ああ、今より重心が随分高いですね。下手くそだ盾前回のさや鉄の時エクステつけてるくらい長かった。ロングでした。ロングアゴー。昔これ意味が違いますね。めっちゃ痩せてる。これは稽古で病的にガリガリだった時ですね。うわー、なんかすごい嫌だ。昔の自分って本当に嫌だな。嫌な気持ちになってきた下手くそすぎてビビる。ああ、でも今の君はかっこいいか。おばらんじろうって呼んでんの。おばらまんじろう先生ね。あばらばらばらおばらさんのまんじろう楽しみですよね。さやもそう思います。うわ、キャストの人もマジ懐かしい。ヒュン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 。あー、腰が高いよ。もっとできるよあなたは。なんかさ、1年前の盾見てるとさ、この前大岩さんっていう盾の先生にね、なんか久しぶりに見たらめちゃくちゃ上達してるねって言われたので、舘野先生は私の稽古までしか見てないんですよ。本番は1回もタイミングが合わなくて見てないから、その30回の間に稽古の最後の本番までに成長したところとか、本当に初期の稽古しか見てないから、本番までに成長したところとか本番中に成長したところを見てないから、久しぶりに見てなんかすごい上達してるねって褒めてくれてたんだけど、こりゃ1年前のなぎなたを見てからね、考えたらそりゃ上達したように見えるわ。すごいぜ。こんばんは。みんなに今説明が伝わったか分かんないけど、まあ、成長、自分でも成長を感じるわっていう話です。端的に言うと、サリー面白すぎ、アフタートークとか見たいです。なんかさ、今ジョンマイラブ配信とかした後にさ、楽屋トークみたいなさ、そのアフタートーク的なイベントがあるんでしょ。さやの配信の時に、違う、さやの公演の時配信あるといいな。楽屋トークしたいじゃん。裏話とかしたいやん。あー、ダンスはこの時のがうまい。もう忘れている私。なぎなたはね、両手で持ちます。でもなんか全体的に全部に力が入ってる。今の方が余裕がある。まあ無音で見てるから頭の中で音楽頑張って流してるけど。ふーんって感じだな。待って、靴も同じの履いてる。レッスンシューズ長持ちさせすぎだろ。ヨサヤが今使ってるレッスンシューズさ、じゃ今手元ないんですけど、靴底ハゲかけてる。変えろよ。変えろよって感じなんですけど。かわいい、ありがとうございます。うわー、待って、オグマリンさんに会いたくなっちゃった。今オグマキクちゃん見たら、はあはあはあ、懐かしくなっちゃった。会いたい。リンさん会いたいな。結局さ、おニューの靴履いてきたのよ私。だからちょうど雨降ってなくて、家出る時いけんじゃねと思って、今のところまだ雨に一度も合っていません。おニューの靴でこのまま東京帰るまで雨に打たれたくないね。明日って雨かな。なんか今日は雨予報だったんですよね。でも降られなかったな。ちょうどさやが劇場の中にいる時に降ってた可能性はなくはないが、やばい、一期のキャスト懐かしい。えぐ。あ、好きがあふれるな。でも4期のキャストの人もいい人たちばっかりだから同じぐらい好きになりたい。絶対嫌ですは撮り直させてくれ。あの頃の私は下手くそすぎるから撮り直させてくれって言って撮り直しました。そう、頼むっつって。この時さ、めっちゃ足上がってる。痩せてるからほほんほんほん。懐かしいね。いいんじゃないですか、今よりは。こんばんは。まあぼちぼち1時間ぐらい配信したし終わりますか。寝ないとね。また東京帰ったら長めの配信、明日ね。でも朝配信しようかなと思ってて、夜ね、そのお家帰る時間がちょっと遅くなりそうで、まあ、やるとは思うんだけど、あんま夜長くできなそうなんで、明日朝配信しようかなって思ってるので、みんな見れたら見てください。ではランキングを見ます。13位、まさとさんありがとうございます。12位、けんけんさんありがとうございます。11位、ピアノマンさんありがとうございます。10位、やすさんありがとうございます。9位はさっぴさんにとぜます。8位はいこぞうさんにとぜます。7位ともつさんにとぜます。6位黒狐さんにとぜます。5位ひらりんさんにとぜます。今ことのすけさんにとぜます。3位やちさんにとぜます。2位つなちゃんにとぜます。1位はとめさん、ありがとうございます。ということで愛媛ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。